ちょうど泉崎村の県民リポーターさん作業されています。こんにちは。こんにちは。どうも。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。訪れたのは泉崎村の県民リポーター遊佐さんが勤める社会福祉法人ココロンが運営している直売カフェココロヤ。店頭には旬の野菜がずらりと並びます。私は裏の畑で野菜も作ってるんですよ。それがまあギャップ認証登録した野菜などをこちらで販売しています。さらに店内のカフェでは新鮮な野菜を使ったランチのほかスイーツやコーヒーを提供しています。さて遊佐さん、おすすめのラーメンを教えていただきたいんですが、どんなラーメンなんでしょう？はい、麺にもこだわりあってスープにもこだわり、だけどもっと面白いのが、はい、ラーメンを注文するときにもう一つ注文できるんですよ。ほう。なんとそれは無料。無料。気になります。なるでしょ。はい、早速その気になるお店を案内してもらいました。おすすめのお店はさつき公園のすぐ近く、手打ち中華誠の丼。広々とした店内にはご主人の趣味だというロードバイクのほかにボルダリングの壁があったりとユニークな作りになっています。ラーメン作りも趣味の一つだったと語るご主人の山内さん。修行先は白川ラーメンの名店矢田部です。その矢田部から受け継いでいる秘伝のものがこちらの醤油だれです。師匠のあの矢田部の若手のところからいただいてきて、でそれに継ぎ足し継ぎ足し作っていう形なんですけども、はい、丸みが出てくるんですよね。でだん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 にその甘みが角がなくなって取れていく。さて今回特別に普通の醤油とそして醤油だれを用意していただきました。まずは普通の醤油をいただきました。並べてみるとその違いは歴然。醤油だれの方が色が濃いのが見て分かりますよね。分かりますね。全然違う。じゃあ続いて醤油だれの方、はい、どうでしょう。違いますね。違います。はい、すっごい深いです。そうですね、深みが全然違う。そしてその醤油だれを使った名物の無料サービスがこちら。失礼します。これならどうぞ。エサさん、これは何なんですか？これは鶏のガラです。なんと無料なんですけど。ラーメンの他にこれは無料で。無料でついてくると。うまみがこう凝縮されてますよね。そうですね。この鶏ガラのちょっとした甘みと、そして先ほどの醤油だれ。これがこううまくマッチして、これでラーメン来るのを楽しみに。いや、これあのラーメンへの期待感も高まりますね。実はこの出汁を取る鶏ガラがスープのポイント。昆布で取った出汁に鶏ガラを合わせ、さらに魚介から出る旨味を加えます。鶏の風味がより際立つ、最後まで飲み干せるようなスープです。秘伝の醤油だれとコク深いスープが見事に融合した自慢の一杯。県民リポーター遊佐さんおすすめ王道の白川ラーメンです。スープが澄んでいて綺麗でしょう、ね、この黄金色っていうんでしょうか、はい、スープの表面にはキラキラとこの鶏の脂がきらめいてますね、うん、醤油のコクがまずきて、肉の旨みがふわっと広がります。最後に少しだけこう魚介の香りが鼻に抜けますね。もう本当に調和の取れたスープです。いつもと変わらないです。このスープを見るだけでもう幸せですね。癖になっちゃいます、ね、癖になりますね。白川ラーメンといえば手打ちの麺。朝4時半から作るスープに負けない食べ応えのある麺です。手もみを加え数時間熟成させてから提供します。
表面ツルツル滑らかでしっかりとした歯ごたえもあります。結構存在感のある麺ですね。続いてはチャーシューです。表面周りが桜色。もうこの歯ごたえ最高ですね。噛むと肉の旨味がじゅわーっと出てきますね。肉に旨味がこう閉じ込められてるっていうのがよくわかります。うん、美味しいです。美味しいですよね。飽きが来ないですよね。ですね。本当にこう麺、スープ、そしてチャーシューとどれも美味しい。いつもと同じ空っぽです。私も空っぽです。やっぱり何食べてもと思うんですけど、やっぱ気分よくやらないと美味しかったも美味しくないもないと思うので、一番はまあ気分よく、あそこの食べた帰るとまあ気分いいかな、いや美味しかったなっていうふうにお寿司食べれたなっていうようなお店になれればなと思ってます。伝統を受け継いだ鶏の風味が際立つ王道の白川ラーメンでした。美味しいラーメンを教えていただいてありがとうございました。いいえ、こちらこそ。どうでした、改めて食べてみて。そうですね、このラーメンの美味しさがうまくみんなに伝わったかがちょっと緊張しましたね。魅力もたっぷり教えていただいてきっと伝わったと思います。これからはあの泉崎村のいいところをたくさん伝えてください、はい、せーの、シェア。